おい兼近、おい兼近、お前なんか何年か前になんとか窃盗団万歳みたいな団体に入ってたらしいな。しかもフィリピンで有名ななんかルフィなんたら海賊団ってやつにも友達だったらしいな。それが世間にバレて今炎上してるらしいな。どうしちまったんだよ。おい金近、どうしちまったんだよ。寝起きすぎて何も出てこん。お前は炎上万博に出ろ。それしかお前の助かる方法はない。いろいろ考えた。お前の助かる道をいろいろ考えてみた。タイに行くべきか、それともアメリカに行くべきか、インドネシアに行くべきか、いろいろ考えた結果、炎上万博に出ないか。やべえ、何も出てこ。鼻くそ落ちろ。寝起きで生配信するもんじゃないね。